32大隊のエンブレム32大隊の旗級南アフリカ国防軍第32大隊は、白人黒人混成の警譜標大隊。旧南アフリカ陸軍の精鋭部隊であり、日本のメディアでは特殊部隊と混同されることもある。通称は、バッファロー大隊もしくは恐るべきもの。記念館に飾られた第32大隊員の軍服1975年に、 南アフリカ共和国国防省ピーター・ウィレム・ボータはアンゴラ解放人民運動を支援するソビエト連邦やキューバに対抗してアンゴラ内戦に直接介入する方針を決定しサバンナ作戦ではアンゴラに武力侵攻を行い MPLA と対立したアンゴラ民族解放戦線やアンゴラ全面独立民族同盟に属したアンゴラの黒人も引き入れて第32大隊や 南西アフリカ警察隊不正規戦部隊を組織した。特にボータに、象下の AK-47 も送る中だった。UNITA のジョナス・サビンビ議長と進行を結び、南アフリカ軍が UNITA を支援する軍事作戦を連続して実行したクイトクアナバレの戦いは、第二次世界大戦以来のアフリカ大陸での大規模な戦闘の一つとされた。第32大隊は、 南アフリカ国防軍特殊部隊旅団指揮官のヤンブレインバッハ大佐によって対反乱作戦を目的として引き入られた。黒人隊員の多くはアンゴラ民族解放戦線に所属していたアンゴラ人であり、アンゴラ内戦を経験して南アフリカに入国して第32大隊の一員になった。白人の士官、指揮官などは南アフリカ人が多かったがアメリカ人。 オーストラリア人、旧ローデシア人、ポルトガル人なども少数所属していた。第32大隊は、アンゴラ内政やナミビア独立戦争に投入され、アンゴラでは、クトゥクアナバールの戦いに参加する。ナミビアの独立後、第32大隊は、インカタ自由党とアフリカ民族会議の対立が、激しいタウンシップでの治安維持任務に投入された。またこの間、 第32大隊は1992年にトランスバール州のポーラ公園にて群衆に発砲し、殺害したと言われている。第32大隊の編成図第32大隊は、通常の消火器の他に 120mm 迫撃砲や 90mm 対戦車砲、ラーテル不評戦闘車や 20mm 対空機関砲を設置したブッフェル装甲兵員輸送車などを保有していた。 また消火器も南アフリカ製だけでなく、AK-47、PKMK 機関銃、RPG-7 など敵側から露覚した、共産権制の武器を所持している写真もある。第32大隊は、アパルトヘイト終了後の1993年に、解体され、黒人隊員らは、ポムフレットという辺境の村で家族と共に固まって、生活し、治安の悪い都市部で働く。 k 備員やエグゼクティブアウトカムズのような民間軍事会社の社員として、生計を立てている。2002年には、サイモンマンとニックルトワラを現場指揮官として、マーク・サッチャーが計画したクーデター計画に、第32代隊出身者らが参加し、赤道ギニアの空港で逮捕される事件が発生した。ありがとうございます。